ある政治団体から首相宛に辞職要求書というものが届きました。でなぜこれを今回取り上げるかといえば、これはすでに市民であればかなりの程度知られている話ですが、この市政刷新ネットワーク、それから政治会、そしてこの度次の市長選に立候補を表明された藤本さんという方、非常につながりが濃い存在です。事実藤本さんは政治会に応援されていると言って市民の方と話をされてます。今回は2024年1月に行われた最新の秋田方市定例記者会見についてお届けします。政治会と政治団体市政刷新ネットワーク、さらには次期市長選に立候補した藤本氏のつながり、市民モニターアンケートの結果や恫喝裁判で秋田方市側が控訴した件など、非常に濃い内容が盛りだくさんになっています。それではご覧ください。2024年最初の定例記者会見となります。本年もどうぞよろしくお願いします。本日ご説明する案件は全部で10件あります。まず1件目、市政の動きについてです。お手元の資料にまた表でまとめてありますが、先日いくつかのメディアでは報道もされましたが、ある政治団体から市長宛に辞職要求書というものが届きました。これについてまず確認をしておきたかったんですが、本日 RCC はお越しではないみたいですね。ですよね。いらっしゃいますか。いらっしゃらないですね。はい。これでもこの辞職要求書に関してコメントするというのは記者クラブの方には伝えてあったありますよね。ありますよね。伝えた上でなお取材に来てないということなので何なのかなと思うんですが、何を聞こうかと思ったかといえば、これはツイッター X の方に投稿したんですけども、その該当する報道です。 YouTube に動画も上がっているんですけども、何かよくわからないサムネを作成されてたので、どういう了見なのかなというのをお聞きしようと思った次第です。何かといえば、例えばひろてれはですね、普通にその団体が、これは総務部長なんですけども、受け取ったのが、その受け取るシーンをサムネにしてらっしゃいます。まあ普通かなというところなんですが、かたや RCC の方は、テロップはですね、全てがその動画の中のワンシーンではあるんですけども、わざわざテロップがその団体の代表の名前とその方が主張している見解なんですが、画像が絵が私という組み合わせになってました。でそのサムネというのが、その田丸さんという方が副代表で喋られてるんですが、自分はその悪役を懲らしめる、なんだサムネが止まらないな、あちょっとサムネだけ出しにくいですね。その悪役を懲らしめる正義のヒーローとして振る舞っているという、これは先方の主張ですが、それにわざわざ私の画像がはまるシーンでサムネを作成されているので、何か印象操作をされたかったんだろうなと思ったんですが、そのシーンを確認しておこうと思った次第です。今回欠席なので、改めて次お見えの際に必ず確認をしたいと思います。でなぜこれを今回取り上げるかといえば、その要求書だったかな、要求書を受領した際に総務部長の方から特段コメントしないというふうに一旦述べています。なぜならば、市はこういったあまたの要望要求ですね、雑多に受けます。でそれにいちいち市長としてコメントすることがありません、基本的に。なのでそのように回答しましたが、このような報道のされ方をするんであれば当然にこちらからも見解を述べます。なのでメディアの皆さんはあまり早とちりといったら失礼かもしれないんですが、しっかりと取材をしていただければと思います。こういった報じ方とは何かといえば、政治的中立が保たれていない報道です。よろしいですか。今日これはお越しのメディアの皆さんにも言っている内容です。
かねてからお話しして通り、これは市民団体などという存在ではありません。明らかに政治活動をしている団体です。事実、一部の議員とのつながりが非常に色濃く出ています。メディアの方知らないわけはないと思います。地元紙中国新聞においてはかなり詳しく詳細を把握しているはずです。にもかかわらずです、リコールの運動でも何でもない、単なる署名でもないです、要望書というものを持ってきただけなんですが、それをわざわざ報道してみせる、どこに報じる意義があるんでしょうか。これがもし是とするんであれば、逆も成り立つんですか。何か私の近しい人間が20人、30人集まって文書をしたためる、議長、議員宛に辞職要求をする、報じますか。報じないでしょ、普通は。そこに正当性がないからです。こんなことは言われなくても分かってるはずなんですが、なぜかこれが公共の電波に乗り、社会の公器と自負している新聞に載ってるわけです。一体何を考えてるんだと呆れました。これはすでに市民であればかなりの程度知られている話ですが、この市政刷新ネットワーク、それから政治会、そしてこの度次の市長選に立候補を表明されたと藤本さんという方、非常につながりが濃い存在です。事実、藤本さんは政治会に応援されていると言って市民の方と話をされています。メディアの方知らないわけじゃないですよね。それともそこまで取材できてないんですか。できてないならしといてください。そうした状況下でワンサイドの情報をあたかも市民を代表する声がごとく報じるところに正義はないと思います。改めてメディアの立ち位置、立場というものを世に問うていかねばならんと思った次第です。続いてこの表の中にもあるんですが、議会頼りの予算が今まさに落ちようとしています。なぜかといえば、これも先月以来お伝えをしていますが、議会頼りの中に問題があると、この数ヶ月よりもっと前から指摘をしています。そういう状況では当然正しい情報発信担保されていませんので、執行部として予算編成できない、執行できない、当然の流れです。意味軸も議会自身が広報誌の内容がああだこうだという理由から決算を不認定とした経緯もあります。もっともその広報誌の内容については一通り反駁しています。何も間違いがない、矛盾がないと。片や議会はこちらの指摘に対しては口をつぐんだままです。およそ説明していません。なので中身の妥当性、正当性が確認できない、信じられないから予算が落ちそうになっています。これについてこれまで議会広報特別委員長の新田和明議員、公明党の方ですね、に再三指摘をしてきました、警告をしてきましたが、党の本人は警告だと思っていないと、これは議会事務局に言っています。あれだけ厳しく予算が組めない、予算が落ちてしまうと伝えたにもかかわらず、警告と受け止められてません。しまいにはこの通知書受け取らないと、意味のわからない受け取り拒否までのたもうてました。意味がないので議会事務局にしっかり渡してくれと、そこは渡し切りましたが、党の委員長本人がこのようなありさまです。それが一体どこから端を発しているのかよくわからないんですが、1月19日付で大下議長の方からこのような書面が届いています。まず、この件については議会全体の事案であり、広報委員長への問い合わせはやめていただくよう申し入れます。意味がよくわかりません。委員会で決めてて、その長が委員長なのですから、そこ宛てに申し入れにする何が問題なのかと。
議会全体の問題であると認識しているならばです、議長が先んじて対処すればいいだけにもかかわらず、それすらしていません。文句を言うだけです。遠くの方から石を投げるにとどまって、自分は何も動こうとしない。一体どこに議会として議員として責任を果たそうとしているのか、その姿が見当たらないと評価をしています。重ねて本日委員長と議長宛に通知でも送っておこうと思いますが、これはわざわざ、これ大島議長が通知の中でも書いてますが、憲法や条例、それらを遵守するために当然議会が果たさなければならない説明責任です。まずもってそれが最初にあります。大前提です。それが果たされないうちは執行部として責任が取れませんので、当然予算がなくなります。組めません。以上が1件目、市政の動きに関してです。2件目は今の話につながるんですが、市民モニターの結果についてご案内します。このモニターの市民モニターアンケートの概要については資料の表に書いてある通りです。前回のアンケート調査と一番大きく変わった点は、モニターの属性が変わっています。前回は市民の方に有志で回答をしていただいていまして、いました。一方、今回は本当に無作為抽出でこのアンケートをお送りし、回答してもらうという形になっています。ですので、ページめくっていただくと、前回との比較、円グラフがあって分かりやすいかと思うんですが、どうしても解像度が落ちています。端的に言えば分からないというところが増えます。でそれぞれのアンケートイエスかノーかで答える項目が多いんですが、どうしてもこのあたりはよく分からないので判断がつかないというような市民の意識がにじみ出ているというふうに捉えています。もっとも前回と今回のアンケートで大きくこの各議員に対する評価、傾向は変わっていないというふうに捉えています。例えば一つ取り上げれば、設問1、それぞれの議員は市民の声を幅広く聞いていると思いますかと。一番多いのは分からないなんですが、はいかいいえ、この2択で見たときに、市民の声を聞いている、はい、がいいえを上回っているのは南沢議員、田辺議員、芦田議員、熊高議員、秋田議員の4名だけです。他の方はいい、イーブンに近い、それなりに寄ってる方はいますが、かなりの程度差が開いて聞いていないという結果になっています。これは前回のアンケートとほとんど変わらない傾向と言えます。もっともページめくっていただくと、設問6ですね。ここは議員定数について聞いたものなんですが、定数が多いという声、前回が 75.9%、 今回 72.6% です。なのでほぼほぼ変わらず、市民の声、市民の受け止めとしては議員の数が多いという結論になっています。もう一つ触れておけば、その一つ前、設問5ですけども、議員の報酬についても一つ聞いてみました。議員の報酬はその資格の枠の中に書いてある通りなんですが、 74% の市民の方は知らないという結果になっています。処遇、待遇、お金、感情というものはかなり人の関心を集めるものなんですが、それですら7割8割の方が認識がないというのが実態です。このあたりに市政に関する無関心というんでしょうか、興味のなさが現れているように思います。
まずはこの待遇面だけでも知っていただいて、これ当然税金で賄われています。そういう目で政治家を見て、議員を見て、改めて市民の方に評価をしていただければと思う次第です。すみません、時事通信岸本です。たびたびすみませんが、議会頼りに関してなんですけれども、この今拝見してると1月22日今日の17時までに、連絡がなければ当該予算は編成されませんというふうに、出されていると思うんですけど、もう今日がもうリミットという理解でよろしいでしょうか。はい、一旦そのように区切りましたが、これを出した後に19日付で議長の方から何かよくわからない回答なるものが届いてますので、もう一回はこちらから返しておくべきかなと思っています。これはここには一切書いてないんですが、議会の中で議長は話があるなら呼び出すんじゃなくてお前が来いというふうに言ってたようです、てか言ってたと聞きました。なのでこの後にでも議長いれば行ってみようと思います。今日議長来てますか、ね、どうでしょうか。はい、この後行ってみましょう。一緒についてっていいですか。いいんじゃないでしょうか、記者会見の流れで、もしお時間許せば。 あと議長がいらっしゃればですか。もう一点すみません、正しい情報発信が担保されていないということで、まあ、この予算をつけるかつけないかを判断されていると思うんですけど、その正しい情報発信っていうのはどなたが判断するものだとお考えですか。はい、執行部の方で判断をしました。でそれで、改善しますっていうふうにもし議会側が言って、でその情報発信の仕方が正しいかどうかっていうのは執行部でこれからも判断されていく。まずこちらが指摘した虚偽、要は嘘の表記について議会は認めていません。明らかな嘘にもかかわらずごまかしてます。その時点で正当性が担保されないというふうに評価をしました。なのでまずはその過ちを認め訂正するのが最初だと思います。メディアの方も誤報を出したらそうしますよ、ね、当たり前の所作なので当然それを求めます。それができない組織、人間は信ずるに足らないと思われませんか。一般的にはそうだと思います。ちなみにその、先月12月11日では虚偽や間違いは確認できませんっていうその機会からの返答があって、でそれを認定するのは執行部になるんですか。虚偽や間違いがあるというふうに認定するのは、これは議会の定例会の中でも指摘をしています。記録に残っています。明らかに言っていない、私が言っていないことを言ったように議事録と無視して議会だよりに記載した事実があります。なので嘘じゃないかと指摘したんですが、それについて今回は載ってないですか。前の資料にあったと思うんですが、何か答弁、質疑と答弁のなんか食い違いだからしょうがないみたいな、よくわからない言い訳で返してきたんですが、言い訳になっていませんので、はい、間違いを認めて正してもらわないと困るというのが我々の見解になります。じゃあすみません、また元の質問に戻るんですが、正しい情報発信をしているかどうかっていうのは執行部が判断される。はい、事実と照らし合わせるだけですので、誰でもで、別にメディアの皆さんがやっていただいても結構なんですが、むしろなぜメディアが報じないのか私はかねがね不思議に思ってました。議会頼りに議事録と関係がない違う文言が書いてあるんですよ。結構な問題だと思われませんか皆さん。そんなのやっていいんですか。そんなのやる政治が許せますか。なわけないですよね。なので執行部がやらなくて済むようにメディアの方で対処していただければそれが最善です。その他よろしいでしょうか。テレビ新広島さん。
TSS の毛利と申します。よろしくお願いします。すみません、ちょっと市政の動きにちょっと関連してということになるんですけれども、先ほど の政治団体からの要求の部分で、今回その裁判を受けてといったところも少なからずあったかなと思うんですが、今回控訴をされたということで伺っていまして、その控訴の理由というのは改めて教えていただけますでしょうか。控訴の理由というのは判決に不服があるからだと思うんですが、一般的に、はい、そういう意味ではなくてですか。はい、その判決の不服がある部分、具体的にあればご教示いただけたらと思います。具体的にといえば、こちらの主張がなぜか認められていない点です。これは他の、有識者に今問い合わせもしていますが、判決の方がおかしいという意見を多数もらっています。かなり恣意的に何か落としどころを探ったかのような判断になっている、そのあたりを不服としています。ありがとうございます。その他、はい、朝日新聞さん。朝日新聞の柳川です。先ほどの質問に関連してですけれども、資料にも辞職要求書ついてますけれども、判決の内容とともに議会を召集する、時間的余裕があったにもかかわらず召集せずに専決処分により控訴したっていうのを理由で挙げてますけれども、これについての市長の反駁っていうのをお聞かせいただけたら。何をもって時間的余裕があったと言われているのかわからないんですが、確認されましたか。この人この人指折り数えて余裕があったでしょという取材であれば、また我々も回答しますが、言われたまんまを鵜呑みにして今聞かれましたよね。今書いてるところですね。今確認されて、その意味ではそのような事実はありません。時間的余裕がないから選挙としては当然の対応したまでです。拘束期間14日で年末年始も挟んでいてっていうようなことです。そうでしょうかね。はい、ご認識あるんであれば、はい、その通りです。1月9日だったかなと思うんですが、はい、年末年始ですぐですので。その他ご質問はありませんか。姿勢にかホームテレビさん。ホームテレビの川村です。お知りにありますように辞職要求書、要求があったということなんですけれども、これ今後のご対応というのはどのようにお考えでしょうか。お伺いいただけますでしょうか。質問に質問で返して恐縮なんですが、どんな対応が想定されるんですか。何かありますか。およそこうした要求に対して対応した事例を私は思いつかないんですが、そんなパターンがありますか。あえて言うなら、今この場でこうして取り上げて言及しているぐらいじゃないでしょうか。で、結論としては最初の方でお伝えした通り、論ずるに値しない事案ですよ。一部の政治活動をしている団体がそうしたことを主張している、それ以上でもそれ以下でもありません。それをメディアの方がこうして報じているのが私はどうなんだと問うてるぐらいです、はい、特にこの場にいらっしゃいませんが、 RCC はどういう了見であれをサムネを作って動画を上げられたのか不可解です。その意味ではその団体の活動そのものよりメディアの対応の方が私は今気になってます、はい、なのでメディアとしてどのように扱われるご意思でしょうか。そうですね、今回こういう事実があったということで、どういう対応されるのかなということをお伺いした次第でありまして。あと逆のパターンは報道されるんでしょうか。ちなみに聞いてみますか。さっき私が例えで挙げた何か政治活動している団体が議員にリコールでもないんですよ、署名でもないんですよ。単に自分たちの仲間内で集めた意見書を持っていったときに報じるんですか、ホームテレビは。そして対処を議員の方にどうするんですかって尋ねますか。イエスですよね、今この流れでいくと。
この後やりますよ、じゃあ。ついてきてくれます？イエスかノーかだけお聞かせいただければ幸いなんですが、どうでしょうか。その考えはあるかなしか。そうです、すみません、こちらあの持ち帰らせていただきます、すみません。あのおそらく持ち帰らない方が安全だと思います。できないと思います。はい、本来そうすべきでないからです。だとしたらですよ、ダブルスタンダードになってしまうので一律扱わないというのが政治的な中立、公平な報道というものじゃないんですか。これはホームテレビだけに言ってるわけではなくて、すべての新聞、テレビ等々に対してです。完全な中立、公正、公平がないというのはもちろん認識はしています。ただです、扱うからには自分たちの軸を据えないと、正義は何なのか決めておかないと、それすなわち悪に転じると思います。その意味であえて改めて今この場でこうして苦言をお伝えしましたという受け止めです。ありがとうございます。その他よろしいでしょうか。共同通信さん。あ、すいません、あの共同通信の曽我部と言います。あの皿問いになるんですけど、あの先ほどの控訴の理由なんですが、あの、まあ、承服できない点があるということなんですけれども、あの市長、あの少し話しかけたように思うんですけれども、あのどういった点なのか、もう少しこう具体的にあの説明していただければというふうに思います。具体的に言うと全部を読み起こす形になってしまうわけなんですが、全面的に不服としてますので、はい、特にそのおかしいという評価を、これは私に限らずです、あの放送の方が言っているのは、判決における真実相当性の扱いです。今まさにね、ダウンタウンの松本人志さんの事案で話題になってますよね、真実相当性です。その扱いです。これはホームテレビの動画なんかにしっかり残ってますが、10月20日だったかな、全員協議会の場で私は山根議員に名指しで問うてます。こうこうこういう話をしましたよね、あれを恫喝だと言ってましたよね、何か異論反論があるんだったら違うというなら違ってと言ってくださいと言って山根議員に振りました。にもかかわらず山根議員は否定されませんでした。否定しないどころか、そんなつもりで言ったんじゃないんですと弁解をされてます。それをもって真実相当性、要は言ったと信じるに足る根拠として、こちらはそれを意識して私はあの場で問うてます。真実相当性というものを頭に置いてあれを言ってます。でこれは裁判の場でもそのように主張してます。にもかかわらず裁判官がそれを認めなかった、ここがおかしいんではないかというのが一番大きな問題として捉えています。あのちなみに動画とか音声、まあ、議事録もあるんですが、見ていただければ、読んでいただければ明らかです。本人その場で否定していません。簡単に否定して否定できた、言ってないということができたにもかかわらずそれをしなかったから、ああ認めたなと思ったからこそ、私はあの場で矛を収めるような言い方を最終的にしたんです。一連の文脈で読めば明らかなので、その点について裁判所の判断がどうなんだという異議申し立てをこれからしていきます。よろしいでしょうか。あの別件なんですけれども、あの、今回の控訴ですね、専決処分でされているということで、まあ、時間的余裕がなくて、あの議会に諮るということを、議決を得るということをされてなかったということで、先ほどお話ありましたけれども、あの今後その議会にあの改めて、事後の了承を求めるとかですね、あるいはその事前にですね、あのまあ、時間的余裕がなかったと言いながら議会に対して、何らかの働きかけ、臨時で議会を、開いて議決を得るというようなことをされたのかどうか、そのあたりのことをご説明願えますか。
専決や臨時議会の仕組みをご存じないですかね。あまりそのあたりにご詳しくいらっしゃらないですかね。皆さんご存知です。ちょっとじゃあ説明しましょうか。まず専決というのはやって終わりではなく、その後議会に報告をします。なのでこれは当然にそのようになります。はい。で、議会に議決を求めるとおっしゃったんですが、それすなわち臨時会です。で、臨時会が開けないから専決になってますので、今おっしゃるようなルートはありません。臨時会が開けないんだから他の方法で議会に議決を取るなんてできないです。それは矛盾しますので、はい、よろしいですか。 そうではないんですか。そこではない。すみません、ちょっと説明がまずくて、まず、今回その専決でされた以前にその議会との間でですね、その臨時会を開いて議決を得るという働きかけを市長の方からされたかどうかということ、それから、今後についてはおっしゃる通りで報告をするわけですけれども、そのタイミング等についてはどういうふうにお考えかと。ちょっと同じことの繰り返しになってしまうかもしれないんですが、時間的余裕がないので専決で対処します。議会に事前に諮るというようなのは生じ得ないんじゃないでしょうか。それができるような状態だったら臨時会開けばいいと思われませんか。そうではなくて、臨時会を開こうとするそのアクションを市長の方から働きかけをされたかどうかと。できないのにやろうとするというのは何ですか。頑張っている姿を見せてみるみたいな感じですか。いや、可能かどうかということを議会との間で、臨時会を開くまでの手順というのは決まってますので、はい、客観的に見てで、ああ無理だなというのは分かりますので、無理なものを無理ダメ元というか、無理なの分かっててやる努力はあまり大人しないと思うんですが、されますか。もう最初の段階からこれは臨時会を開いて議決を得るのは無理だなと判断されててということですか。はい、はい、その通りです。だから専決で対応をしています。はい、なんとかなるんであれば専決を開く理由にならないと思うんですが。そうですよね。はい、じゃないと矛盾すると思うんですよ、ね、言ったらなんとかなるかもしれないけど専決しましたっていう説明は絶対通らないですよ。自己矛盾を起こしますから。なのでどうにもならないから専決で対応します。はい、そして専決の後の報告もこれ自動的になされます。確か終わった一番最速のタイミングの議会ですよね、報告する形になってます。これも決まっています。よろしいでしょうか。その他よろしいでしょうか。市政の動きにかかるご質問の方はよろしいでしょうか。それではその他で何か質問ございますか。テレビ新広島さん。テレビ新広島の毛利です。すみません、JR 芸備線について伺います。先日再構築協議会が設置されまして、議論が始まりましたけれども、今回対象となっているのは本来一部区間ではあるんですけれども、議論では全線を対象に議論するということで話が今後進んでいくと聞いています。この動きに関して再構築協議会には不参加 のご意思を示されていて、不参加の理由も述べられておりましたけれども、今後、今回その前線が議論対象となるということを受けて、そのお考えが変わることはありますでしょうか。新聞やテレビの報道を見てですね、一体どうなってるんだろうとよく分からなくなったというのが正直なところです。今まさにご説明された通り、対象区間は変わってないはずですよね。庄原と新見のところ、一方で全線が対象になるというような表現も出てくるじゃないですか。どっちなんですかね。いや、全線対象にしてくれというのは秋高田氏が求めてたものです。全線を対象に、再構築していくという議論になったら当然参加します、当事者なので。
でも違うんですよね、多分ね。前段で対象区間はここと明示もしてあったので、だとしたら全線対象じゃないんじゃないですか実態が。だとすれば結論は方針は不変です。はい、秋田方市としては市の利益を最大化するために適切に議論に入ったり入らなかったりします。まあ、そのすみません、ちょっと重ねてになりますけれども、確認ですが、その前線が対象の、議論の対象と言いつつも、そこに関してその、まあ、まだ対象は一部区間という名目ではやっていると。で、まあ、今後議論が私たちもどういうふうに進んでいくかはちょっとまだ進んでいかないとわからないかもしれないですけれども、そこに関して、まあ、これはちょっと仮の話になったらちょっととても恐縮なんですけれども、もし前線を、まあ、途中から対象としますとなった場合は変わる可能性もあるというお考えなのでしょうか。はい、基本的にその通りです。再構築の対象が全ての区間になるんであれば当然秋田方市はそこに居合わせますが、よくわからない形容表現を使う、誰が使ってるのか定かじゃないんですが、前線を議論するみたいなあやふやなところには入りかねます。ありがとうございます。はい、朝日新聞さん。じゃあ同じく芸備線のことですけれども、まあ、前の、知事会見では、まあ、湯崎知事は、まあ、ちょっと秋田側しく変わらないことはちょっと正直残念なところもあるとおっしゃってましたけれども、今後、まあ、先ほどもまあ議論に入ったり入らなかったりするっていうところもありましたけど、今後芸備線についてはどのように関わっていく、まあ、具体的にちょっとあれば教えていただければ。はい、と今現在三好秋田方広島市で芸体協というものを組んでいます。でそこはもっぱらこの利用促進等ですね、いかにここを便利にしていくかと、テコ入れするかというのがテーマ、議論の的になってますので、それを変わらず続けていこうという方針です。はい、その区間で損廃なんて話は全く出てませんし、これからも出すつもりは市としてはありませんので、今のよく分かんない再構築協議会の枠組みには入れないというのはそのあたりが理由です。分かりました。いかがでしたか。政治会が政治団体と共謀し、次期市長選で藤本氏を当選させ、自分たちに都合のいい議会を取り戻そうと画策しているとしたら恐ろしい話ですね。石丸市長に来期も続投する意思があるのかは分かりませんが、政治会の息がかかった藤本氏が市長になった場合、以前の秋田方氏に逆戻りするのは容易に想像ができます。今回の件について皆さんはどういった感想を持ちましたか。ぜひコメント欄でお聞かせください。チャンネル登録高評価もよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。